今回は数列の極限丸一、収束について学習していきましょう。方がどこまでも限りなく続く数列を無限数列と言います。2、数列 AN において、N が限りなく大きくなるとき、AN がある値 α に限りなく近づくならば、数列 AN は α に収束すると言います。この時の α を極限値と言います。これを用いて例題を解きます。例題、数列1、2分の1、3分の1、点点点点、n 分の1、点点点において、n を限りなく大きくするとき、極限を求めなさい。丸1、数列の一般項を求める。この問題では、一般項 AN は N 分の1となります。丸二、具体的に表とグラフに書いて、どのように収束するかを予想する。N イコール10までの AN の値を書いた表を見ると、この数列 AN は、N が大きくなるにつれて、どんどん AN の値が小さくなっていることがわかります。では、どのような値に収束するのでしょうか。横軸に n、縦軸を an とし、グラフに点を取っていきます。すると、数列 an は0に収束することがわかります。丸3、n を無限大に近づけた時の極限を計算する。n を無限大に近づけた時の極限はこのように計算されます。したがって数列 AN の極限は0です。それでは練習してみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしてみましょう。括弧1、n イコール10までの an の値を書いた表と、n イコール100までの an の値を取ったグラフを見てみると、n が大きくなるにつれて、an は1に近づいていることがわかります。したがって、数列 an の極限は1です。括弧2、n イコール10までの an の値を書いた表と、n イコール100までの an の値を取ったグラフを見てみると、n が大きくなるにつれ、正負が入れ替わりながら絶対値が小さくなり、0に近づいていくことがわかります。したがって、数列 an の極限は0となります。2問とも正解できましたか？最後に、今回の学習のおさらいです。無限数列 an がアルファに収束するとき、次のように書くことができます。これで今回の学習を終わります。